はい、函館は山中新書館です。函館なのに琉球ツツジ、なんか面白いですね。琉球ツツジ、また5月後半になるとね、咲いてます。私の車よりも高いので、180センチぐらいですね。懐中節した雪、ですが、もうそろそろこの雪も多分溶けてなくなるんじゃないかなと思います。毎年2月の20日を過ぎますと結構ね、雪の量も減ってきます。今年もそうあってほしいなと思います。昨年2018年はそれがいつまでも続き、4月の半ばぐらいまでですね、雪があって、本当にありえないような函館の、積雪量でした。ですが今年はそれほどでもないので、天気予報を見ましてもいい感じで春に近づいているんじゃないかなと思います。ぜひね、卒業旅行計画されているあなた、函館に来て、そして当店で一生体験をして最高の思い出を残してみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。函館は山中新書館でした。